日本プロマージャン協会所属のプロ雀士水谷葵さん可憐なルックスからは想像のつかないムキムキの腕とじっくりと役を育てる対局スタイルでバルクアップリーチの異名を持っています今回はそんな彼女に雀士あるあるについて聞いてみましたそれを語る上でポイントになるのはまずはマージャン用語なのだとかマージャン界では両面のことを「両面って言うんですよ なので、両面テープのことを、両面テープって言っている人がいたら、この人はマージャン好きなのかなって思います。あとは一気通貫とか、そういう用語を使っている人にもつい目がいってしまいますね。別角度で見ると、プロジャン氏同士の恋愛事情については、大いにある、とのこと。付き合っているカップルはもちろん、結婚する人も多いのだとか。 共通の趣味があることは男女の絆を深めるようです。水谷さん自身、マージャンが自分よりも上手い人を見るとかっこいいと思う、とのことで、プロだからこそ抱く相手への感情もありそうです。ちなみに水谷さんはそれにプラスで、筋肉はあるに越したことはないですね。腹筋割れてたらもう最高です、と筋肉女子としての視点も忘れませんでした。もう一つのあるあるるが、 利き手を大事にすること、だとだ水マージャンは基本的に利き手しか使わないゲームなので料理の時に包丁で右手を切ってしまったりするとそれだけでも不便なんですよ利きじゃない手は灰を揃えたりする時に使う程度でそれ以外は利き手しか使わないので商売道具を大事にする感覚で手は大事にしていますと語ってくれました現役で活躍する水谷さんの話を通して 知られざる、ジャン氏あるある、が明らかになりました。